カラフルな足跡を後半いっちゃいましょう。カノンからのエピソードはやっぱり全国テレビめちゃイケに出演したことです。懐かしい。だよ、もう目の前に岡村さんとかめちゃイケメンバーとかEXILEさんもいてから、めっちゃ夢に見ていてから現実って知った時はめっちゃ嬉しかったです。じゃあ次はくるみ。私からのカラフルエピソードは最初桜祭りのことなんだけど、その日はなんとくるみの9歳の誕生日だったんだよ。おめでとう。すごかった。まあその日は途中まで雨が降っていたんだけど、私たちの出演の時にはね、晴れたんだよね。本当だよね。急に晴れたもんね。その前までさーってね、ゾーゾーだったのが急にさーってなった。くるみたちのおかげかな。おかげだね。次はしな。私のエピソードは最近あったユニクロマイコーデコンテストでなんと準優勝をしました。すごい。すごいよね。もうすごかったよ。もう結果発表の時セナーって言われて、うわーね、カラフルこのメンバーね、しかももううちらまで嬉しくなったじゃん。そう、セナのおかげでありがとうってまあまだまだたくさん思い出があるんですけど、今日は一部を紹介しました。これからもちょこちょこ話していきますね。以上、カラフルな足跡でした。エンディングです。もう今日からね、この私たちの番組が始まって今日初の撮影だったんですけどね、もうガチガチになっちゃってものすごい緊張しましたね、はい、でもこれからのはっちゃけカラフル TV に向けてみんなの意気込みを聞いてみましょう。まずはセナから。はい、私はいろいろなことに挑戦していきたいと思います。私は宮崎のことをもっともっと調べていきたいし、全国の皆さんに宮崎の魅力を伝えていきたいと思います。私は皆さんに笑顔を届けられるように頑張ります。私はこの番組を見ている人に元気を届けられるように頑張ります。私はイベントやライブ、そしてこのネット番組を見てくださる皆さんに笑顔や元気を届けることができたらいいと思います。これからもカラフルドールは宮崎の観光や人やものを伝えたいと思うので、ぜひ感想お願いします。待ってます。カラフルドールはホームページや Facebook をしているので、ぜひチェックしてみてください。それでははっちゃけカラフル TV でした。また会いましょう。バイチャー。